校舎の影芝生の上吸い込まれる空、幻とリアルな気持ち感じていた。チャイムが鳴り教室のいつもの席に座り、何に従い従うべきか考えていた。ざわめく心、今俺にあるもの、意味なく思えて戸惑っていた。放課後待ちふらつき、俺たちは風の中、孤独瞳に浮かべ寂しく歩いた。笑い声とため息の飽和した店で、ピンボールのハイスコア競い合った。退屈な心、刺激さえあれば何でも大げさに喋り続けた。 Oh, oh, 行儀よく真面目なんてできやしなかった。夜の校舎窓ガラス壊して回った。逆らい続け、あがき続けた。早く自由になりたかった。信じられぬ大人との争いの中で、許し合い一体何分かり合えただろう。うんざりしながらそれでも過ごした。一つだけ分かってたことを、この支配からの卒業、卒業して一体何わかるというのか、思い出の他に何が残るというのか。人は誰も縛られたか弱き子羊ならば、先生あなたはか弱き大人の代弁者なのか。俺たちの怒りどこへ向かうべきなのか。これからは何が俺を縛りつけるだろう。あと何度自分自身卒業すれば本当の自分にたどり着けるだろう。卒業、戦いからの卒業。